それでは続きやっていきましょう。いまだ覚めぬ開演はどうなることやらって感じなんですが。これどうだったっけ？あれ？魔導馬に乗ってるんだけど。開演さん？かけられる。敵は普通に出てくるんだ。へえ、みんな窓マンマに乗ってる。久しぶりだな。窓。ファイヤービーム。相変わらず雪男は自由に攻撃するな。ファイヤービーム。一つ。危ない。バイブラスター、魔導ミサイル。レジョネーター。よし。とりあえず、すごい、ヒールとかでね、回復もできるから強いですよね。アイテムは、マレッシャーエリアと、イオ。サンダービーム。びっくりした。よし。何が効くんだろう。よいしょ。こいつ、ボス扱いではないか。ただの、あれかな、モブ敵かな。名前が。おー、弱っ。ただのモブか。中ボスクラスかなって思ったんだけど。道なりに進んでいくぜ。一本道だから楽。なんか同じところぐるぐるしてるような気がするんだけど、気のせいかな。よいしょ。これ魔導経験値超おいしいな、ここは。 やっぱ同じところぐるぐるしてるような気がするんだけど。だよね。おお、なんか先に来た。なるほど、戻ることも大事なわけだな。ドマを守れなかったこと、世界を救えなかったこと、そして私たちのことを。そこ、アレクソールっていうモンスターにつけ込まれたんだ。アレクソール、アレクソールとは千年前の戦いで心をなくした魂の集合体。そいつらが好き勝手に暴れてるんだ。パパは助けて。なるほど、アレクソール。カイエンをお願いします。パパを守ってあげて。セーブポイントになったな。お、ここが多分最後だと思うの。よし。じゃあ、ドマ城、行きますか。そのまま玉座に行ってもいいのかな？敵の感じは変わらないんですね、出てくる敵は。よいしょ。おお。飛ばしていく。ちょっと待って、君だけになっちゃった。
して。ポケ強い。アイテムはないか、さすがに。一回取ったところは。よし。おお。いや、ちょっとまあ、一回来たところでもあるんでね、ドマジョね。このバトル終わったら、ちょっと探索はしなくていいかな。そのまますぐ進んじゃっていいんだろうか。ちょっと先に進もうかなと思います。ちょっと、カイエの部屋やってみましょうかねって。ちょ。よねー。ナイス。あくび。あああとこいつだけ。もうイエローチェリーとかちょちょ持っててよかったな。はい、では通常攻撃でザクザクいきます。ティナー、しょ、来た？あ、どっち？おーい、オッケーオッケーオッケー。雪男残してくれれば。ナイスー。もうここのダンジョンだけですごいレベル上がったような気がする、マジで。ね、何パート目からかな？もうね、4パートぐらい続けて撮ってるんですよね。今日はなんか FF ため撮りしたくって。はい、よいしょ、お部屋。お、ねえ、あなた、私のこと愛してる？またか、何を言うのかと思えば、母子たるもの、そのような言葉は口にずむのではない。が愛しておるでござるよ。こういうの言葉に出してくれると嬉しいよね。聞いちゃった聞いちゃった、愛してる愛してる、パパママ愛してる。これシュン聞いちゃったもんね。あ、これ見てよかったな、ここ来る前に。あ、なんだろう、目的地多分玉座だと思うんだけど、あ、やっぱそうだよね。貴様がアレクソールかカイエンを返してもらおう。もう遅いわ。己の無力さに絶望し自分を責め続けている奴の心では我の力に逆らうことはできん。悲しみが、怒りが、憎しみこそが我の源。さあ、お前たちも我の一部となるのだ。はい。ということで、ソウルセーバー、お前の体に乗り移ってやる。そしてお前が死を迎えた時に私はまたこの姿を現すだろう。え？どういうこと？ヒューリー？どういうこと？まあ、とりあえずこいつを倒せばいいか。誰に乗り移ってるの？痛い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 。おお、そこまで痛くないな。痛い痛いっていう割には。よしよしよし。おー、生き返る。うん、どういうことだこれ。生き返っちゃうな。いや、これなんかこのまま戦ってても MP の無駄になるだけのような気がするんだけど。あ、でもなんか魔法攻撃だと大丈夫なのかな。お、何よこいつ。ファイラはなんか回復しちゃいそう。だからダメだ。憑依したって言ってたよね。誰に
に憑依したんだ。いや、ダメだこれ。あれか、アレクソールを表す、出現させないといけないのか。ブリザが、ちょっと、なんかな、攻撃受け続ければ出てきたりとかすんのかな。ブリザが。あ、そっか、倒れた時にもう一回現れるって言ってたから、倒さないとダメ、もしかして。え、味方攻撃これ。ちょっと待って、でも誰に憑依したのこれ。ん？やばい、なんか憑依する瞬間あんまり見てなかった。とりあえず、ティナ？ティナかな？誰に憑依したのかあんまり見てなかった。味方を殺すのか、なんかやだな。誰だ、まずちょっと一人殺して、で様子を見ます。はい、ごめんねディナ、ごめんね。いや、ウーマロは敵を攻撃してるって優しいね。は使えない。合ってんのかな。いや、これで出てきてほしいな。よいしょ、いてててててて、自分にケアルはして、あと13でしょ、もう少しで。よいしょ、自称。いてててててて。よ、死んだけど。あ！ティナじゃないのか。なるほど。じゃちょっと回復して。じゃあセリスか、ウーマロのどっちかだ。よし、見てなかった。どっちだったんだっけ、憑依する瞬間見てないもんな。見忘れたのかわかんないけど、はあ、よし、じゃあウーマロに攻撃をしていくぜ。危ねえ危ねえ危ねえ。2665か、まさかセリスに憑依だったりして。よいしょ、よし、いけ。なんだか、ファイラとか効かない？ウーマロ雪だし効けないかな。でこれでウーマロ、あー回復するのか。こいつ強すぎるな、ウーマロ。いろんな意味で通常攻撃で倒すしかない。よし、来た！リフレク！やばいじゃん。ちょっと待ってよ。フェニオで。やっぱ雪男だったか。なるほどね。リフレク張ってきたから魔法は使えないな。あ、でもあれか。あの手下だけだよね、リフレクって。全体じゃないもんね、張るの。オッケー。じゃあ、炎でボーボーしてるから。灰皿でもかけてみましょうか。こいつどうやったら倒れるんだ。あんまり効かないような気がしてきた。
よし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 。あまり効かないね。通常攻撃でボコスか殴るのがいいんだろうか。サンダラもしくは。なんか攻撃自体がそこまで強くないから、そこにちょっと助かってると言いますか。あ、ブリザードが撃った。先にこいつ倒そう。あ、よくそれ。こいつの倒し方がわかんないや。だっけ、ソウルセイバーですっけ。あ、効かねえ。オッケーオッケー。え、ああ、回復。ヒューリー。え、またもしかして。めんどくさい、もう。なんだこいつ。よし、二度目現れたぞ。よし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 。ちょっと待ってよ。まずは回復させないとやばいですよね。よいしょ。いてぇ！見よう。やばいわ、またしばらくしたら。よし、リフレク MP が足りない。ざま。よし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 。よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ。そうなると、ケアルがかけて、よいしょ。多分氷が効くよな。よいしょ。一番なんか氷がダメージ入ったもんね。でもいまいち。全体だからダメ、もしかして。いや、このさ、ソウルセーバーがさ、何度も何度も復活するんだけど、何なのこいつら。どうすればいいんだこいつらは。あー、またもうめんどくさい。拙者の妻と息子が呼んでいたような気がしたでござる。その声に励まされ、なんとか頑張れたでござる。ああ、奥さんと、みんな、シオン。ありがとう、あなた。やっぱりパパは強いや。いや。拙者は何もしてやれなかった。あの時も、そして今も。拙者は不甲斐ない男でござる。いいえ、十分すぎるほどでしたわ。うん。マレーシア以降救いないかなって思ったんだけど、救いあったな。海援のあなた、私たちはいつも一緒です。いつもあなたのそばに。
か？あ、魔石もあるよ、魔石も。魔石取りたいっす。え、戻ってきちゃったんだけど。みなとしゅんは拙者の心の中に生き続けているでござる。もう過去を振り返りはしない。ただ己の信ずる道を行くのみでござる。え、海への心から迷いが消えた。あ、必殺剣極めて。え、ちょっと待って、え、魔石は？え、ちょっと待って。いやでももうあんなボス二度と戦いたくないから戻んないけどさ。え？え、なんであれ取れなかったの？え？え？あ、もう一回夢の中行けない、ちょっと。マジか。ちょっとショックなんだけど、なんでよ。あれ取りたかったな、魔石。なんかの条件満たさないと取れないとかですかね。でもそのままイベント進んじゃったしな、ボス倒して。そうだよね、玉座に行ったらそのままイベントでボス始まって、ボス戦。ちょっとショックだけど、まあしょうがないか。じゃあちょっと今回はここで終わりにしておこうかなと思います。休もう。ごめんね、ちょっともしかしたら、編集したらめっちゃ動画短くなってる可能性もあるんですけれども。いやー、強かったというかね、めんどくさかった。ほんと、なんかね、オート、雪男、オート戦闘なんですよ。なんか、それの弊害が出たって感じですかね、すごく。仲間を傷つけて、仲間を瀕死状態にして、で、ボスの姿を現してから、攻撃していくって感じだったから、オート戦闘だとさ、どうしても味方に攻撃ってできないんですよね。敵に攻撃しちゃうから。それでね、めっちゃ戦闘が長引いてしまいました。はい。あれ、魔石どうなるんだろう。では、ご視聴いただきありがとうございました。